えというわけで皆さん今日はご勘弁くださいね僕はえもうすぐでもうええぐっすり眠りに入るんですけどえ羽生選手の興奮が冷めやらぬという感じでございますね桜子さんおはようございますなんかすごい虚無感がとあ、虚脱感がと案の定ですねこの1ヶ月本当に楽しませてもらいましたし進化している羽生選手に驚き 朝からリゾンの動画を見つけて何回も聞いています、えー。友達に見せたらかっこいいねと褒めてもらいました。沼落ちして溺れているのかも。羽生砂漠もすっかり潤ったし、何とも言えない不思議な気持ちと、あと30日のアサインの発表と羽生譲る展に行くのみですわということですけども、なんかやっぱちょっとね、虚実感、あ、虚実感、えっと。 えっと、えっ、ー、と、えっ、ーと,えー、と、なんだ、虚脱感ですね。うん、なしい感じがちょっとありますね。はい。うん。今日は、仕事関係の方に、羽生結弦を語って、えー、いました、えー。しまいました。生まれ持った才能だね。努力だけではどうにもならないよ。選ばれた人なんだよと、その方は言っていましたが、本当にそんなんだなぁと思いました。そんな素晴らしい選手を見ることができる私たちは、幸せですね、本当にね。うん もう感謝いっぱいですね。うん。僕も感謝の気持ちをね、持ちたいですね。うん。えー、レモンみかんさん、おはようございます。そうなんですよ。羽生結弦選手のレゾンからのダムパリはやばいんですよね。レゾンがあってからのダムパリですね。とにかく美しく、えー、エネルギッシュ、普通ではないです。一言では言い切れませんね。うん。レゾンは頭こんがらがってくるくるパー。実験的なものの、 ものを織りませて理工的色エロチシズムも見せてますね、うん、これが結構入ってましたかね今回ね、うん、ダムパリは本領発揮しましたね、うんえー、まさに羽生譲るの真骨頂を大きく羽ばたいて、えー、白い大鳥衣装の紫と黒のグラディエーションが、えー、白を際立てて,立て,ている深読みするなら、えー、二元論的な分断範図ではなく えー、調和共存する日本の土地から受け取るロマンも、私は羽生さん自身や衣装、えー、に感じます。えー、これ書くとなんだかわからなくなりますね。つまり長くなるからやめます。うん。もうね、いろんな考察ができちゃうんで論文だけでも無理ですね。うん。はい、あの羽生結弦っていうその論文があるのかな。うん、ちょっとわかりませんけど、えー。逸材天才神様から与えられた贈り物。 褒言葉はもうてしまった、うん、言葉はもうね、もう言葉はいらないっていうね、うん、え最高に品質の良いダイヤモンドがパーッと輝いてるみたいでしょう、うん。なんかね、なんて言うんだろう、もう羽生選手はね、なんて言うのかな、もうドラマチックでもあるし、なんかね、うん、もうね、僕にはね、僕にはっていうかね、あのー、もうそ尊敬っていうかねな、なんだろう、もう神の域ですね。うん 新鮮な時期だと思いますね、僕はね。すいません、もう今日はね、もう最後出ちゃうので全部読んじゃいましょうね、コメント。うん。えー、ゆうのエアさん、ありがとうございます。かぶさん、今日はゲリラ午後のとこもありましたということは、昨日ということみたいですね。暑かったんですが、大気の状態は不安定ということみたいです。停電にはならなかったので良かったです。でもエアコンつけたまま寝ました。 日本,では停電大日本は停電大国になるんじゃないかみたいな話もありましたということですね。あでも先進国の中では確かに停電が多いのかな。でもね、ベルゲンもたまに停電しますよ。特にフランワロン地方は、ワロンっていうかまあフランス王圏内の地域は特に停電が多いですね。地域的によって結構停電するとこあるんですよ。うんまあ、日本も多分皇居の周辺とか新宿とか千代田区は少ないんですけど、足立区とか、 えー、葛飾区とかはよくされますね。うん。はい、そういうことがあるんですよ、地域的に。MT さん、ありがとうございます。ね、すごいですよね。譲るしか勝たん状態です。もうショックに近い、もう,そうショック一番、あもう15人もぐっとしてますね。生で見てたら、きっと放心状態になります。うん、ショックっていうのは一番これは、あの、すみません、あの、ね、もう眠いんですけど、あのショックでした。 はい、えー、これは最高にわかりやすいなと思いますねうん、はい、えー、マイクマキャラさんありがとうございます株、えー、君こんばんは愛知は暑い暑い暑い家でエアコンかけてこもっています今年はどうなるんだろうほとんど雨が降っていない不作になるかも今年のスイカは雨が少し足りないように えー、食べてみて思いましたということですね、寒さが必要ですよ、甘みには、ともともですけど、29日には北海道、東北、関東の電力も逼迫し、急遽逼迫準備情報をなるものが出されました、こんなもんあるんですね、エアコンの設定温度を上げるなどと言われますが、中途半端に28度設定だと、逆に全然冷えません。どうなることやら 明日日の予はは35とととということは今日といううここ今ですね場合によっては40度近くまで、ね、上がるところもありそうな感じでしょうかね。発電で自然エネルギーの利用が盛んに言われていますが、太陽光パネルは発電できるものの、本来大地に降り注ぐ太陽光を再断してしまいます。 え風力発電も日本は台風が多いのであまりにも風力が大きいときは発電機が破壊されるのを防ぐため発電機に逆に電気を流し逆回転の力を加えたりしますということで本末転倒になりますね北海道から千島列島に沿って千島海溝というのがあり今かなり歪みがたまっていて海溝型巨大地震の危険性が専門家の間では懸念されていますなんかこれおっしゃってましたよね僕もでで見たんですがロシアにはは津波対対策策への対応策などは 全くと言っていいほどないそうです。解決するかも ハワイに津波警報センターというのがあり、巨大地震発生時には太平洋沿岸の国に津波警報を出すようになっています。あ、そうですよね。広島原爆で調査隊に入った京都帝国大学の理学部が土石流で犠牲になられた件ですが、その付近の土質はマサードというサラサラで水分を含みやすく、えー、以前広島市で大規模な土砂災崩れがあったのも、このマサードが原因です。当初は終戦直後で天気予報も満足に出ない状況で、広島地方を象帳 自身も、えー、原爆の被害を受けており、この当時は各地の気象台からの観測結果を中央気象台、現在の気象庁にモールス信号で投電し、えー、それをもとに1回、3回のモールス信号による気象通報をもとに各気象台で天気図を作成していました。しかし抜けている情報も多く、その震、えー、これは、はドキュメンタリーで、えー 空白の天気図、柳田さんに詳細述べられています。庄屋岬は本当に最果ての地ですが、毎日ロシアが侵攻するときには,は上陸すると言われています。迎え撃つのは北米の、えー、北の辺,の辺の辺りのつく旭川の陸上自衛隊第2師団です。荒川さんのひまわりは無言の氷のように思いました。各国の国旗を持参している方々も多,多かったですが、この方たちはロシアの国旗を持っているんだろうなという思いが。 してなななぜか切なくなりましたとということですねうんまあね、これはちょっとね、まあ、いろんな、なんだろう、ひまわりって言うと、なんかロシアのイメージもあるんですけどもね、ウクライナの、なんでしたね。うん。あの、ロシアひまわりっていうのがあるんですけど、ちょっと大きいひまわりなんですよ。だから、ひまわりっていうと、ロシアのイメージがあるんですが、まあ、僕はもう、ロシアとかウクライナとか関係なしに、どっちも平和になってほしいですね。うん。はい。 ママ、えー、様ありがとうございます、ね、羽生くん大変でしょう私も動画を見たらうわーってなりましたもん。現地で見たかった。でも生のレゾンを見た時もかっこいいなとかセクシーとかじゃなくてヒエとかフワッとか変な声が出まくりでした。必死で抑えましたがいい意味で人間じゃなかったです。僕もねねなんか、ね エルチズムもあるんですけど、それもね、芸術に変えてたような、でも、かといってアイドルな感じもしたんで、不思議な感覚になりましたね。でもこれね、レゾーンだけじゃダメですね。やっぱ、ちゃんと最後に、えー、ダムパリを見ないとダメですね。僕、そう思いましたよ。 これね、それこそ演出かなと思いました。オープニングからフィナーレまで本当に別事件で異星人と呼ばれるのも納得です。終わったら記憶喪失になるって聞きましたが、マジでした。頭バーンなり、なんかすごかったしか言えない感じです。もうショックですね。僕もショックです。でも往復に2二時間かけて見に行った甲斐がありました。 ああの価値値がありましたもちろんお値段以上に幸せですこれから節約生活頑張りますということなんですけどね。いやーだから本当ね良かったですよね。僕も良かった気がします。コメントだけコメントと、えー、動画先ほど見ましたけどね。うん。なので皆さんがシャバさんでその幸せオーラがビルリーまで僕は、えー、届いてますよ。本当に。うん。えー、前久保さんこんばんは。えー、声が出なかった。あっけに取られるとはまさにこういうことかな。 えやはりフィギュアスケートは芸術ですよね。羽生君にあんな姿で攻められたら、新妻聖子さんにフラフラってこなかったかなということで、返信がございますが、ヒロミユずきさんどうもです。えー、こんばんはあ。私なら思わず抱きしめてしまうと思います。ステージに上がるときに役に感情が入ってたら、さらにということですね。うん。はい。まあそんな感じで、興奮さみやらぬという感じで、なんですけれども、えー、と、 と、他には、イチゴプリンさん、どうもありがとうございます。2012年13年シーズンの羽生選手のショートプログラムのパリの散歩道は、世界選手最高得点を更新するなど調子が良かった。それに対して、ダムパリは音楽の解釈が難しく、どう表現したらいいのかわからなく悩んでいたと記憶しています。特にステップシークエンスのところがちょっと難しいのかなって思いましたね。うん そうパリさんは良かったんですがダムパリは同じパリでも難しかったですね、うん。デイビッドはなぜこの曲を羽生選手にと思ったんですが1人の女を巡る3人の男たちの愛いにくいということですね。愛想劇かうん えー、高校3年生には難しいわ。でも今思えばデイビッドはここで羽生選手を一旦立ち止まらせたのかなと思います。暴ばれるまでジャンプの技術に走りがちな当時の羽生選手にこの難題を与えることで、えー、その他の要素や表現についても研究することの必要性を教えたかったのかなあ。あ、なるほど、そういう感じなんですね。僕ね、単純に昔なんだっけ、多分なんですけど、デイビッド・ウィルソンさんがあのジョニー・ウィアーさんにダムパリをや教え、あの、 やったことが確かあったと思うんですよ2089 0年あの時ジョニービアーさんも、えー、世界選手権に行かなかったんですがあのラブイズワーのりのシーズンがダムパリをフリーでやっててそれがすごく良かったんでジョニービアーのイメージがあるんですよダムパリって僕の中でうん。だから多分その調子で羽生選手もジョニービアー選手の憧れてるからダムパリを捧げた あの捧げたたたたののかかななっっっっていいいうう印象がああんでですすけどまあそういったところもあったのかもしれないですねスケートアメリカでボロボロ出発し NHK 杯でスピン中に古典となり異様な雰囲気で全日本でクリーンにジャンプが決まらず満身創痍のワールドとあまり良い演技ができたイメージがない段パリいやもうね世界選手権はねちょっと辛かったですねあの時が4回転サルコウをもうギリギリで着氷してうんもうなんとかもうねもう絶対にねこうもうあのー 図画碑でもやってやるっていう気持ちを感じました。しかし今の羽生選手の新たな表現力の原点にもなりました。あの辛い時期を思い出して私は会場で込み上げるものがありました。10年経ってこんなにも狂おしいくらいの愛情と優しさと悲しみを演じられるようになるとは一気にダムパリが大好きになりました。あの瞬間だけは羽生オンアイスでしたね。うん。 まるでミュージカルを見たような、そんな感覚を覚えました。僕もそういうミュージカルに近かったかなってすごく思います。うん。なんか芸術というよりもミュージカルかなっていうね。うん。それに近い感じがしますね。うん。ちなみに今まで羽生選手はステージに上がることはしませんでした。それは、ステージはアーティストの方々の聖域だからかな。あー、なるほど、なるほど。それを今回はあえてステージから登場。同じ表現者としてこの曲で魂を震わせる演技ができる自信と、 覚悟ができたからだと私は思いました。ちょっとこれはトピックスね。うんえー、ステージに上がることはしませんでしたえー、これは正域だからかな。これはちょっと皆さんおおお驚くべきことだと僕は思いますよ。うん、えー、すごいですね。で、2件返信がございます。 えー、ひろみさんどうもです。本当にだってこのなんてことを持ってしまったシーズンですよね。ディズニーですら迷走したお話とノートブルダム・ド・パリノートルダム・ド・パリ見たことあるんですが、なんか見にくいっていう男の人がいて、なんか井戸から出てきて、なんかポイ捨てされてとかっていうのを覚えてるんですが、よく覚えてないんですが、かなり悲しい、ミゼラブルな話だった気がしますよね。うんあの アリンコをね悪いや、悪い人が潰すのをね、覚えてますよ。なんか、石をギャッとありがいて、うん、それ結構覚えてるんですけど、ミュージカルハニュー・オン・ワイス、まさにそれですね。えー、まさにあのレゾンという感じあ、それですね。あ、それです、それです。個人的には、ハニュー選手にはバイオリン曲が合わないと思ってるんですが、ミュージカルハニュー・オン・ワイスには合っていると思いました。あ確かに。でも、ツゴンデン・ワイスの時もちょっとつらかったですよね。えー、日本の若手スケーターさんたちって恋愛から 遠いところにいるように見えませんか。表現力に生きるものなのにな、そういったものをデイビッドは学ばせたかったのかなということですね。うん。なんかね、もう羽生選手まで来ると、こうなんかもう別世界ですね。もうなんか羽生くんのもうなんだろう世界っていうのはもう全然違う気がしますね。もう本当ね、架空のね世界から来たような気がしますね。本当そういうイメージなんで、もう普通の恋愛とかっていうのはちょっとできないんじゃないかなってちょっとね、違うのかなでね。 とね、うん、スペシャルだなと思いますね。もうスペシャル。うん。え、いちごプリンさん、どうもです。え、ミュージカル、ハニューオーマイスでしたよね。全身全霊で待ってくれて、会場では簡単や、えー、あーの声かなこれは。あいんいのかなの声が漏れていました。ここまで役に入り込んで演技するアマチュアスケーターはなかなかいないと思います。ということですよね。うん。アマチュアスケーター確かに。アマチュアスケーターなんですよね。うん。いやもうね、完璧って、完璧というか、うん。すごい。 うん。はいえー、そしてひろみゆづきさんもう1度です。えかぶくんこんばんは。ゆづきちですえー、ステージに上がってパフォーマンスをするのを自分の中で封印していたとインタビューでおっしゃられていましたね。ということですね。なるほど、ステージに上がってパフォーマンスをするのを自分の中で封印したっていうのは、これはすごく。 ハニューワールドだなって思いますね。下手からステージに出る直前に一礼されているんですよ。テレビ観戦だった私ですがあれこの演出、あのセンター上手の空きスペース誰が入るのって思っていたら、えー、画面左側に一礼する白い人影がえ、ハニューくんとスケート靴とは思えない妖精のようにふわっと綺麗すぎる歩み,歩みでそこに ステージ上では途方に暮れた、えー、無垢な天使や少年のようにも見えました。 そこからはご覧の通りの美しすぎる、えー、ひれ、と幸福とが入り混じる妖精王の舞。この衣装はノートルダムのパーリーのために衣装にしか見えませんでした。フィナーレで苦しそうに滑り込んで、えー、座り込んでる羽生君のり想よりステファン様の、えー、表情が何とも言えず、そして座長代理で最後を盛り上げてくれましたね。優しいということですね。全12公演の中で前半後半と違うショーのように、 もあってでもしっかりと一つのチームとなっていたのが伝わってい、どんな賞でもこれで解散というのが切ないですね。小田君情報では日本人はほぼ、えー、終焉後はそのまま解散ということですね。打ち上げもないので 寂しいですねということですが、寂しいですね。新ロの影響とかもあるのかなと思います。週英後のジョニーやステファンの号泣動画は、スケーターさんたちのコメントとともに、ツイッターやインスタなどで見られると思うので、ファンの方もきちんと打ち上げないと、うん、打ち上げてもファンタジーオースオーエイスロスになりますね。えー、そして、まあ、結構今回で引退する方も多いんですよね。 神戸公演の TVR などでの無料配信も決定しましたが、大選手だけよりお前にやってほしかったなということみたいです。これ結構思われてる方いますかね。で、ジョニーが、 前言撤回をしてくれて、これを日本での最後のショーとせず、あ、そうなんですか、なるほど、僕はジョニーはこれでもう終わりなのかなと思っちゃったんですが、来年の日本での勝利も来てくれ、ま、あ、なるほど、わかんないということですね。ジョニーへの拍手が少なすぎるなと不思議に思ったファンタジーオンアイス2022でしたということですね。まあ、ジョニーもね、不思議な魅力を持ってますからね、うん、なかなか難しいと思いますよ、すべての人に好かれるっていうのは。うん あ不思議な魅力を持っているということなんで。うん。えー、動画を見ているだけで食欲落ちそうなの。私だけかな、えー。羽生君にも選手を続けてくれるなら、もう少しスタミナ分の脂肪分をつけてほしいなと感じましたということですね。これもなんかおっしゃってる方が多いですね。今回後半の方の、えー、ディレイドアクセルちょっと疲れちゃってましたけどもね。 うんまあ、でも、あそこまでできたらすごいかなと思いますよ。もともと食が細い人が運動しながら食べるのって大変なんですけど、ウイルスなどへの抵抗力も減っちゃうし、なんか体重をさらに絞ってしまったファンタジーオンアイス2022年の B ツアーの演目的にも心配だなと、まあ、羽生選手ね、かなり考えすぎるタイプに、僕的には見えると思うんで、いろいろストレスとかも溜まってんじゃないかなとは感じますね。 うん、えそんな中でも今回、ノートルダムのパリを演じたことで、負の思いが消化できていればいいのだけれど、それにしても、ビーツアーは曲の数々がおるだけじゃない、救、え、い、ーえー、がないように感じの題,題材の曲だからな、がっつり入り込むとやみそうな、やんでいることのが羅列されると曲が多い時代だねということですね。まあ、確かにそう思います。時代的にそうなのかなと。そして、ノートルダムのパリが終わって、裏に履ける。 時にに、えー、めくって消した黒い袖にはどんな意味があるんだろうかあー、はいはいはい。ということなんですけど、で僕もちょっと、あ、でもノートダウンのパリか。うん。僕はレズンの時に、ちょっと、え歌い歌いみたいなのかなって思ったんですが、それちょっと、ちゃんと見なかったですね。うん。はい。まあ、そんな感じでございますけども。 えー、マスミンさんどうもありがとうございます。株くん、こんにちは、えー。レゾンのプログラムで表現したかったことが、羽生くん本人から語られたそうですということですよ。その内容は、他人が予想していなかった格好の良いものではなかったです。予想外かつ納得でしたということですね。さっき、えー、とゆずきちさんがおっしゃってたことに関係していることかな。うん、そして、今まで私の中にある、えー、何かが、 ある何が羽生くんと共鳴し好きになったのか分かりました。リゾンは孤独を表現したプログラムだったんです。ああ、なるほど。ちょっとこれはえーマーカーですね。孤独を抱える人のし心の葛藤です。私は孤独,を孤独を好む性質です。羽生くんも孤独に苦しむ時がある一方、孤独を好む側面があるはずです。僕もそう思ってるんですよ。羽生選手ね、すごいスペシャルだと思いますよ。スペシャルだからこそ 逆に難しいいいこととが多いと思います、うん、だからこう、まあ、作り笑顔というかね、まあ、ちょっとこう、まあ、場面的に厳しいんじゃないかなっていうことも多いんですけど、結構それでストレスたまるタイプかなっていう感じもするんで、SNS とかはね、ちょっと申し訳ないけどやんないほうがいい気がしますよ、うん。だからこそ、多分やってない気がしますね。 うん、僕はそんな気がします。わ、はいえー、かりませんけれどもねあの、羽生選手のね、羽生選手なんでね、うん、でも僕、なんとなくそんな印象を受けるんですけど、羽生君も孤独に苦しむことが、あ大スタートだとの、えっと、ただのファンで何の縁もないだろうと思われると思いますが、同じものを抱えている人ってわかるのです、それも不可抗力なで、羽生君に引かれてしまう理由の一つなんです。ででももねね同じかもしれないです、ね、うん 歌舞も孤独についていつも一人でいたいわけではないし友達とワイワイをするけどやはり一人の時が一番落ち着き自由と感じるタイプではないですかということなんですがありがとううございますもうこれが僕の教科書でございますね。なんかね孤独でいたいくせに寂しいんだけどみんなといるといいみたいなね、うん、なんかやめてみたいなでもなんかうんでもちょっと寂しいねみたいなそれがねしかもちょいちょいんですよね。 うん、意味は分かんないんですけども、そういうことなんですよ。私は、カム君のチャンネルを継続して主張したいなと感じたのも、カム君の中に、私の中にある、えー、孤独を見たのかもしれません。違ったらごめんなさいですが、ということなんですが、すみません、すごい合ってますね。うん。お世辞の時でそんな感じですね。うん。まあ、羽生選手ね、どうなのかは実際分かりませんけど、まあ、あの、そういう印象がね、やっぱ僕、ありますね。うん。 そうだから、いろいろ人生あるかなと思うんですが羽生選手はかなりこう考えるタイプの選手かなと思いますね。考えるっていうかいろいろ考えるっていうかねうんはいろいろ選手と違って魅力があっていいなと思うんですけども。 かね、えー、さんどうもありがとうございますこんばんは株さんばはさが広島県を来訪したのは2018年の夏だったんですね。この年は全国的に雨がたくさん降った梅雨だったと思います。警報のさらにワンランク上の特別警報が発令されました。えー この特別警報についてもね、いろいろこうなんか揉めたような気もするんですけど、ここで少し広島についての説明を入れます。広島駅、原爆ドーム、松田スタジアムが所在しているところは平地でかつ都市部ですが、市内を広域的に見ると平地は少なく3分の2近くが3地です。えー、西日本豪雨で広島市内もあちこちで被害が出た要因の一つです。ちょうどこの夏の 今年の夏に西日本各地を巡る旅を計画していましたが、岡山広島県内の在来線が軒並み、長期間普通になり、やむを得ず12月に延期したことも思い出しました。ただ、山陽新幹線は動いていたので、広島市中部の観光なら確かに問題なかったと思いますえ。この時、株さんは東京からどの交通手段を使って広島に行きましたか？ということなんですが、ま多分ね。東海道新幹線で大阪を経由したと思いますよ。ようん。 新幹線や高速バスもしくは在来線をひたすら乗り継いできた場合、途中の空気で西日本豪雨の被災状況がわかるような景色に遭遇した可能性は考えられます。あ、あります。岡山県あたり、うん、山が山肌がね、あの削れてましたよ。うん、削れてました。かなり削れてて、あーって思いましたね。うん、結構大雨からは結構た 2ヶ月ぐらい経ったんですけど、こんな時に行くなんてって言われましたね。うん。ちょっと日本出る時だったんで、容器で釜でできている駅弁は日本国内でも珍しいと思います。横川駅の峠の釜飯で使われている釜は益子焼きです。ベルギーで見たら驚かれると思いますよ。 価格は1個1200円です。カモを使った料理のレシピの折り、ノ屋の公式サイトで案内されているのでご参照ください。えー、小1。園の時は私も第1、第3土曜日は基本的に登校日でしたよね。そう、これも色々あるあるなんですよ。それ以降は大学まで特別行事以外は全て土曜日は休みでした。言っているという言葉は本来ポジティブな言葉ですが、なんだか否定されてしまったようで残念ですよね。そうそう,そう。 ゆとりはねとかね、ああ、やっぱりね。でも、ね、逆にゆとりのせいで、ああ、ゆとりだからかっていう風になるんですよ。だから、ああの、年いくつ、ああ、この世代ね、みたいな、うん。それ聞いて、僕はね、逆に安堵します。あよかった、あまりアクセスしなくていいんだ、みたいな、うん。あの悪用をしてますね。はい。うん えっと、日本の社会には学校に限らず様々な面でゆとりが必要と思います。その通りだと思います。世の中の風潮としてゆとり世代を馬鹿にしている人がいますがえ、先日私が話した一人っ子の線の同様に断固氷レベルですえ。他に血液型が B 型の人が同じような被害を受けているという話も聞いたことがありますということですね。でもね、B 型の人って、 あれですよそう言って言っても、いやでも関係ないけどね、私たち自分でやるけどっていうタイプの人が多いので、これ結構そういうタイプだなと思います、ね。血液型の話題は結構僕もあ,のあれなんですけどね、今度しようかなと思うんですけど。うん そうちなみに僕は何型なのかちょっと、あ、これはでもこあんまりね、うん、興味があのな,ないと思うので、はい。ゆとり世代、一人っ子、B 型の3つは異次元になりやすいよあ、そうなんですね、なるほど。B 型は初めて知りました。一人っ子もなんですかああ、でも一人っ子はとなんか甘やかされてるんだろうねとかってなんか言われたりするの聞いたことあるんで、違う気がするなんかね、変なとここだわってんなって思いますね。うん。これはね、僕、はっきりちょっと言っちゃいますけど、日本の悪いとこかなと思います。うん。 それ変えられないよねとか、そして絶対自分ではどうにもできないようなことをあの悪く言ったりするのって、日本のかなり悪いところと僕は感じるので、これはね、ベルギーにはないですね。うん。うか、そもそも論として、血液型の話をちょっとしちゃうと、僕、血液型のねあの性格の関係っていうのはあの、実はね、あると思ってるんですよ。でこれなぜかっていうと、ちょっと今度話そうと思います。これ、非常にね、ややこしいんですよ。うん、であのー 結構ね、血液型って、えー、個人情報にな,なるので、あんまりベルギーではタブーになるんですよ。血液型何型ですかって聞くっていうことはほぼないですね。あの友達間でもないですし、自分の血液型についてあんまりこう、あ,のあ,の、えー、あんまり興味ない人が多いです。であの、ベルギーやフランスは A 型がかなり多いです。うん。A 型が非常に多いですよね。うん、でも、 あのタイプ的にはそういう感じが多いかなと思いますがあの、えー、海外では血液型の話をすると個人情報になるので例えばあの怪我をして出血多量になった時になんか大型の人はいろんな血液型にこう、ねあのー、対応できるからいいんだけどなんかあのこの人は A 型なのじゃあ私の血液型が合ってるか私からこの人とから血を取ろうとかそういう輩がいるんですよだから血液型って結構ねあの言わないようにしてるんですよ。 これ結構あれ面白いですよね。そう、カルチャーショックなんですよね。 うんえー、もうこういった話も今度しようかなと思いますが、私はゆとり世代と一人一個は該当します。長くなったんで一旦投稿しますということです、ちょっと血液型がちょっと気になったりはしちゃっている株舞だったりですね。まあ、今度ね、お話ししようかなと思うんですけど、えー、ひろみゆずきさんどうもありがとうございます。そらかわりさま、こんばんは。深夜に起きているゆずきちですということなんですが、あれから寝ましたかね、うん、結構寝れないっていう方も僕、僕も歌舞伎テレビの方多いので、そう、ちょっと心配だなと思います。 えー、ゆとり世代の皆様は突き詰めてやりたいことができるお時間がまとめてあっていいなでもその分保護者の方の方針がもろに影響するし自発力が必要だし偏りが出てきてしまって大変な面も多いなとそんな風に感じておりました、えー、そしてものすごい才能を発揮して飛び抜けた成果を出したりしている方もたくさんいらっしゃる世代だからゆとり世代という言葉が当事者の方々には深刻に悪い意味で捉えられていると認識が薄くていたんですよねそしたらら私の知らないところで 私の言葉を引用して炎上したことがありましたということなんですが、これはカムテレビの中ということですかね。ちょっと心配なんですけど、また違うところかな。 えー、そんな私はバブルな、バブルって何ですかなんか就職氷河期の下っ端です。えー、折の屋の釜飯、懐かしいな、東京でも売っていたよということでね、まあ、ちょっとこの話も今後たくさんしたら、ちょっと今日はあまりにもね、ちょっと眠いのでできないんですけど、そうですね、まあ確かに就職氷河期とか、なんかね、 なん,かなんとかのグループだから、この人はゆとりだからとか、この人は一人っ子だから、この人は何だろうとか、それでね、なんか人の、なんか、なんか、それで決めちゃうっていうなんか価値観っていうのが、ちょっと僕はきついなって思いますけどね。うん。でも、かといって、でも、じゃあ、内心差別してるよねっていうところもあるわけですよ。あこの人そうなんだ。いや、でもそんなこと言っちゃいけないよね。じゃあ、自分の内心見て、そう思ってないかって言ったら、やっぱりあるわけですよね。うん。例えばあのあ 自分はこうじゃなくてよかかったとねね例えばありますよねうん人にとってのなんかそういうことは自分にとって繰りかかってくるとああ自分じゃなきゃよかったとかねそういうのねあると思うんですよ。だからそういうのってなんか非常に難しいなって思うんですけどまあ何かしらね皆さんやっぱりあの違う分野でそれぞれ悩み持ってるのかなって思いますね。すみません今日はもうね最後までねバーッといっちゃいましょうね。 うんえー、桜子さんどううもありがとうございます、えー、テレビ観戦の私はもうわっとなりましたね。セゾンの羽生選手も良かったですが、ノートルダムのパリの羽生選手はもう最高でした。うん、僕もね、どちらかと言ったらノートルダムは、ああ、でもセゾンも良かったな。捨てがたい、ああの捨てがたいじゃない、えっとえっと、選びがたい。うん えー、とにかく驚きの最終日先週落でした僕的にはノートルダムが始まった時に後ろから羽生選手のステージ裏から出てきた時に感動しましたね。 泣きそうになりましたよ。びっくりしました。あんな風にできるんだって。手をこういうふうにふわーっとって、もうびっくりですね。ああいう演出ってあるんだと思いました。えー、初日に静岡エコパの初参戦、レゾン・宮川君とコラボする羽生選手を見て、どきもを抜かれたというか、新天地を開いた羽生選手に驚き、そして終わってからの放心状態、今も忘れられないというか、いまだに放心状態とくら感が 続いていてます、えー、ノートルダム・ド・パリを滑っている羽生選手を見たのは初めて、DVD でしか知らない私には何とも言えず、えー、テレビに繰り付け、羽生譲るこそ、えー、真の表現者、限界の知らない表現者だなぁと思いましたということですね。うん。まあ、このダム・パリはね、もう、ステート・アメリカのね、時が本当につらかった。あの時なんか、ミニーナ、確か、あれ えっと小塚くんさんが優勝で、2位が羽生選手だったか、3位かな町田さんが3位だったかな確かそういう順位だった気がするんですけどもね、あの時本当ね、痛々しいことで転倒が続いたんですよ。うん、で、まあ、マッチーは火の鳥でしたけどね。うん そう、まあ、羽生選手、後半のルッツのところは僕はちょっと、ね、あの時に、うわー、大丈夫かなと思いましたね。もう後半、ルッツで転んで、うわーってなってで、羽生選手的な置、ね、き方で、下を向いてこう頑張ろうとするんですよ。であれね、もう羽生選手の,あの感じなんですよね。下を向いてこうねやなんかあの走るとき、なんかちょっと分かりませんかね、この僕言いたいこと。たまに羽生君、やるんですよ。うん、なんか あの特に昔は羽生選手よくやってましたね。えっと、世界選世界ジュニアの時とか、2008年の、えー、時とかも多分そうだったと思うんですけど、なんかね、あの、アメのナ先生と話して、えー、さあ行くぞっていう時に下を向いてゴーするんですよ。あれなんか言い聞かせながら、ちょっとでも不安なのかなっていうね、両方のなんかすごい難しい感じになるんですけど、まあ、ノートドラムドパリのスキャーアメの時、そんな感じでしたね。ルッツ、コロナ後。うん。思い出しましたよ。リンニャンさん、どうもです。 えち,ょっとちょっと僕あの、かなり語ってますけど、大丈夫ですかねちょっと一貫押しつこうと思います。はい。えっと、はい。ちょっと一旦落ち着きます、ね。はい。えー、リンニンさん、どうもありがとうございます。えー、正直言うと、私の魂は、エコーパーアリーナに置いてきちゃった感じがします。えー、ファンタジー風に言うと、夢から覚めていないというか、魔法が解けていないというか、まだ日常生活に戻れないです。やばいです。てんてんてんということですね。うん。いやもう。 しばらくね、うん、これ、この、ね、魔法は、え、えなんだろう、この魔法はね、解けない方がいい、いいのかな、うん。はい、と思います。うん。 はいえー、そしてもう今日は最後までいっちゃおうと思うんですが、え良家事さん、コメントの続きです。えー、国境の街である稚内市と根室市の話題に触れていきます。え稚、ー、内市と根室市に共通する点は、日本国内ならほぼ当たり前にあるセブンイレブンはありませんということですね。他の大手のコンビニもありませんということみたいです。マミーマートとかもないですかね。うんたまにマミーマートなんか、あのね意外にあったりするっていうのあるんですよないみたいですね。北海道にお住まいの方はご存知の方が、おあ 間違えた。セイコーマートだ。そう,そう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 、間違えました。セイコーマートのことです。うんえー、ドーナーにはセイコーマートというコンビニが主力です。多分僕、このことですね。マミーマートじゃないですね。うんえー、パン、おにぎりはほぼすべてドーナーで生産された農産物を使って作られているため、高品質でしかも安いですということですね。えー、それ以外にも北海道でしか買えないような品物もたくさんあるので、私は旅で北海道には来て、コンビニに行くときは、 ほぼ必ず、成功マートにを使いますね。カブさんにもお勧めしたかったんで、この話題をあえて出してあありがとうございます。北海道に行くあのかはちょっとわかりませんけど、ちょっと成功ーマートに行きたいと思いますね。うん、間違えてマミーマートには行かないようにしよう,しようと思います。マミーマートは北海道じゃないのかな、うん、日本とロシアの国境は普段からビザが必要のため、 気軽に往来できるわけではないこともあり、稚内や根室ロでロシア人の方に出会うこともありませんでした。その点は博多やプサンの関係性とはやはり違いますということみたいです。なんかもう結構なんか地元民っていう感じがあるんですが、なんかね、わざとらしく住んでるっていうこともあると思うんですよ。うんなんかあのー ここは領土だって、なんか別に住みたくないのに、わざわざロシア人がこう住んでるっていうこともあったりする、あるいは地元民が住んであ、地元民とかね、そこのこの島とかにもともと住んでた原住民とかだったら僕いいと思うんですよ、なんとなく。でも、わざとらしく、なんか別に住みたくもないのに、ここはり、あの、なんとかの領土だとかっていうのって、ちょっとなんかバカバカしい気はするんですが、そういうのも聞いたことあるんですよね。うん 話ずれてますけど、え稚内からサハリン州のコルサーコフ行きの定期航路がありますが、2019年から休止中です。ウクライナ情勢がの件があるので、廃止の危機かもしれませんということみたいですね。で、最後に一つ、えー、もう一つ、稚内市の話題です。ガリレオ・ガリレーというロックバンドがあるんですが、実はメンバー全員が稚内市出身ですということですね。稚内、暑いですね。 恋、うん、一の時に友人から勧められて初めて知りましたが、夏空、浜ナスの花、ハローグッバイ、胸に手を当てての4曲が気に入りました。お時間のある時にぜひ聴いてみてくださいということですね。ちょっと、えー、ね、聴いてみたいなと思います。あの、時間がある時に。はい。うん。あの、ね、ちょっと、浜那の花をね、ちょっと今度ね、聴いてみたいなと思います。ガリレオ・ガリレっていうのはちょっと知らなかったですね。うん。 そもそもなでガリレオ・ガリレっていう名前にしたのかっていうのがちょっと気にはなるんです、そこはちょっと置いときましょうということなんですが、えー、そらかでさん、えー、今もこのシーンを他の動画に見てみていきましたが、とにかく神々しいの一言です。生で見たら失神真そうですということですね。羽生くんのこの手をこう、ね、このステージでこのシーンとか、もうその前からもうね、うわーってなってまして、もう皆さん失神です。で、倒れ込むんですけど、その時もう、わーってなってましたよね。うん そうそういうことなんですよそのまま沼落ち決定なのかなと思うんですけどひろみゆずきさんどうもありがとうございますかぶくんこんにちは10時間寝ていたゆずきちです えそんな中、少し繊細なお話も含めさせていただけたらと、えー、学生時代に学んできたことや報道、友人、知人たちなどのやりとりからの私の考えなんで、そちらの方面に詳しい方、柔らかいご対応を賜われたら幸いです。私も広島の平和記念公園や原爆ドームや資料館も昔に行きました。資料館は持っていた知識やどこやらな衝撃で無言になってしまいました。えー、他の人から見れば無反応に見えたのかも、声が出たり、涙が出たり、 反応が見える方もいらっしゃるかもしれませんが、ショックが大きすぎると一見反応がないように見えなくなるタイプもいたりします。ああ、なるほど、ろう人形ですよね。手がこういうふうになってぶら下がってる感じのろ人形なんですけど以前、以前の動画で無反応な人の方が多いと感じしたとおっしゃられていたんで、 念のため、無反応に見えても心に響いているケースもありますよと、もちろん例の脳人形もありましたので、えー、資料館など細かい文章まで読んでいると、同行者と時間を共にすることが難しい場所ですよね。これは私の友人たちから聞いた話ですが、日本の墓地にある、いたことのある米軍関係者の多くが日本の去る前や、引退した時に広島に行く人が多いんだよと、その友人たちも広島の現場関係施設を訪れています。思うところを考え させることもたくさんあるそうですよ。 あの二郎人形は彼らにも訴えかけるものが強かったようです。えー、戦争経験者の人にとっても、うん。だからあれはね、あ,あった方が良かったのかなと思うんですが、ところでスポーツなどいろんな分野において、えー、攻め込んで戦争を始めた、攻め込んだ方のロシアが除外されるのはもちろんなんですが、なぜ今では武力戦争をしているウクライナが今でも保護され、認めているのでしょうか。ウクライナ問題が繊細な問題なども理解できますし、一般市民は被害者ですし、えー、想像もしていなかった恐ろしい現状はあるとは あえて感情的なものは省きますしかしながら武力交渉された時から一度も武力抵抗をしていなければ平和を望んでいる国家と思えるんですがウクライナはロシアにも届くような長距離砲の武力支援を他国に求めたりしていますよね。そこなんですよ。もうね、ゆずきさんそれ言ったら大変ですよ。僕ね、これ語ろうか、ま、迷ってたんですけど、そこなんですよ。で、ね、見てくださいでね、言っちゃうよ。言っちゃう、ちょっとね、ちょっとここだけ閲覧注意なんで聞きたくない人は、あのね、プーチンはね、頭いいっすよ。 うんす、すいませんね。あのバカじゃないです。すごく頭いいです。 僕は、うんね、そう思うんですよで。なぜかというと、今あの、こういう現状を見てね、いろんな国が、ね、今あの、苦しんでます、市民が。昔はね、ああ、なんてけ,けしからんロシアだってねなってましたよね。ところが、今見てみると、市民が暴動起きてますよ、いろんなところで、スリランカももちろんそうですけど、えー、ベルギーでも暴動起きてます、えー、もうエネルギー問題で大変ですよ。もう日本でも本当、電力どうのこうって言ってますけど、もう大変です。もうこれはね、国土の影響とかもあるかもしれませんが、間接的には原油高の かなり関係してると思うんでロシアのやっぱ高度ってこう大きいじゃないですか。で、やっぱ人の集中してるのはこの辺の西側だけなんですよね。で、この広大な土地っていうのはやっぱ資源がいっぱいあるわけですよね。だから、ロシアぶっちゃけると他の国なんていらないんですよ。もうやっていけるんですよ。だから、そういうのも全部分かった上でやってるんで、僕、プーチンはね、昔から頭がいいなって思ってると思う思ってるんですよ。だからね、逆です。 うん、って言うとあ、炎上するんで、あんまりここは炎上注意なんですけど、ちょっとここね、あの反感来る人はいると思うんですが、僕はね、逆に今ね、こう世界の情勢、市民たちが、今逆に、まあ、もちろんロシアがやってることは悪いとかっていうのはもちろんあるかもしれませんけど、ただ、かなりね、逆にあの市民の実生活がかなり悪くなってきてるんで,で、そうするとどうなるかっていうと、その国が自体が弱くなってくるんですね。うん 政府に対するる反感があるわけですよ、うん、でもこれがまさにロシアの間接的なな狙いなわけですね、うん、これを今度お話ししようかなと思うのでなかなかちょっと今話すあれはないかなとまあそれよりも平和になるべきだなっていうのは僕は一つなんで僕はね個人的にはあの敵とか味方とかじゃなくてどうすればいいのかっていうね、うん、ことを考えるべきだなってすごく思うんですけどえそんな中平和の祭典でしたよね。オリンピックが行われるののはおかしいかその 南朝鮮、韓国は今もう停戦状態ではあっても内戦中ですよね。えー南朝,えー、朝鮮戦争。時間は随分経っていて、どんなに平和を語っても朝鮮半島は戦時中のままであるはず。しかし、なんとなくすでに違う国として扱われている朝鮮の北と南。その戦時中の国の人がロシアを除外し批判している ISU の会長に選任って、もうよく分かりませんよ、ね。 ね、ロシアのスポーツ関係者が愚痴りたくなるのもわ、えー、からなくないようだということで、本当はね、スポーツまで本当は影響してはいけないとは僕は思ってるんですよね。うん でぶっちゃけますと、あのウクライナ国旗とかをあえてこう振ることによって、逆に反感とかを食らいます。うん、でもっともっと、えー、戦争ムードになるので意味ないんですよ。逆の効果です。ていうかあの、逆にね、ロシアが孤独になることを喜ぶという風潮になるので、結局戦争終わらないんですよ。で、今、あの実際に起きているのは、まあ、それぞれの国で暴動がやっぱり起きているので、まあ、やっぱりあのかなりあれかなっていう。 かなって僕は感じますえ。そこに疑問を持たれた方は他にもいらっしゃいませんか歌舞伎はどう思われますか世代が違うと教科書で学んとのことも違っていると思うんでご意見を聞かせていただけたらなと。え戦争も構想もない平和の世の中になんないかなぁと。アメリカの核の作家にある日本は何も言えないというのは歯、えー、がゆいですということですねねね、うん、そうだかかから、ね、ロシアが、ね、あのこうかなりバカとかね。 悪者とかって結構ちょっと思う人も確かに多いと思うんですが、まあ、あのそれをやっちゃうと一生止まりません。うん、あの断念できますね、うん。これは犯人の犯罪学とかもちょっと見てもあの人殺しは悪いんですけどその人だけをずっと責めてるような文化だと一生あの終わんないんですよね、うんあの。根本的に解決するためには敵と味方とかいちいちこう考えないでえ全てをこう。 調和ししていいいいいかかかななななけければので今の状況はかなり厳しいかなていう,うに僕は感じるんですけどもねうんまあちょっとこうするちゃうとなんか炎上の種にはなっちゃうんですけど僕はちょっとそういうふうに思ってますねうんはいいちごプリンさんどうもありがとうございますえこのシーンファンの間でいろんな考察がされていて非常に興味深いですテーマは魂の解放でしょうか、えー、育て親をえーいた痛めえーやめかなそして愛するエスラー エスメラルダを失い、失意の梶本、羽生。この梶本に心を打たれた女神、新妻が、えー、彼の罪をすべて許し、魂を解放させる。梶本、あそう、梶本だ、うん。は、従従きってなきエ,メラ,ルエ,メ,エスメラルダのもとへ、醜い身体、羽生君は美しいけど、と孤独から解放された魂は自由になり、エスメラルダへの思いとともに、あの世での魂は生き続けるという。 そういった物語みたいですね最後に孤独の象徴である、えー、左袖を、えー、まくり上げ、えー、もう孤独ではないことを表現しているのでなんててことをしいるのではなんてことを勝手に想像していますフィナーレはスケーターさんたち全員で羽生選手に勝け寄り羽生選手を囲んで喜び合い羽生選手は最後はうるうるの涙今年のファンタジーオンワイスは3年待った買い回って感動で最高のアイスショーでしたファンタジーオ,スオンワイのス数スがすごいですということなんですよね なんで、ちょっとこれからどうしましょうっていう感じなんですけど、しばらく魔法にかけられてっていう感じがいいのかなって思うんですけどね、でもなんかね、ちょっと寂しいですね、なんか、虚無感感っていうか、なんだろう、あのねなんかそういう感じがね、桜井子さん、さっきおっしゃってましたが、その感じがね、やっぱありますね、そういったね、不思議な感じさせてくれるのがね、羽生選手との魅力だなと思うんですよ。 なんか一緒にいるすぐそばにいるようななんかすごいこうこう素民的な感じがするのでちょっと魅力が違って面白いですよね。うん。家庭用かそう思ってるんですけども。はい。 はい、えー、そして、ゆうのややさんどうもありがとうございます。えー、かぶさん引っ張りますね。ベルギーは本当に雲が低いですね。あのね、ちょっと動画があまりにもちょっと多すぎて、あの、僕の撮った動画がね、うん、あの、ちょっとそんな感じ引っ張っちゃってるんですけど、私もヨーロッパの建物が可愛いので、がっつり見るタイプです。一度でいいから、ああいう家に住んでみたいです。えー、かモにも捨て子がいるんですねあ。そう、なんかあのね、ダッグね、捨てられたっぽいですよ。うん。なんかね、えー、近所の方がいてました。 安定の変な像もあの。自転車の像かな変な像。ああ、そうそう人、人魚か。うん。サクランボは果物の中で1番か2番くらいに好きです。でも日本のは高いです。ベルギーでも高いですかっていうことなんじゃないですが、今年はね、どうでしょうかね。まだシーズンになってないと思うんで、シーズンになったら多分安いのかなと思いますでも皆さんが思うようなサクランボって多分砂糖錦のことだと思うんですが、えー、こっちのベルギーのサクランボはもうアメリカンチェリーみたいなやつですよ。うん。あれがまさに、 ますこちらで言うと、うん、ぶっちゃけねアメリカンチェリー好きなんですよね僕ね結構うん山形の佐藤錦はちょっと高いですよねうん えー、レモンミカンさんありがとうございます。サクランボを見ると、エタレナポレオンというサクランボの品種を思い出す、えー。苦い思い出ということですね。順調に木は育ち、毎年実ったが、まだ酸っぱいがもうすぐ収穫。食べることができるぞという手前になると、ヒヨドリの軍団に寄ってたかって、3日で全部食べ尽くされてしまう。ああ、ヒヨドリは本当ね、悪い子ですね、うん。目白でね、僕はミカンをやったつもりはヒヨドリに食い尽くされるんですよ。網をかけたが、網の下から侵入 尽くすこの木は我のもんだと日を通りうして争う、そして我らは彼らは食べすぎて網に引っかかり、木の下や道路脇などでお亡くなりになるということですね。 そう,そうまでしてさくらんぼを食べ尽くすことしか頭にない。この日を通り立ちになり結局、美しいナポレオンの、あ、美味しいナポレオンを口にできたことはなかった人間家族であった。かぶく町や公園などがありがとうということなんですが、これで続きがまだあるんですけど、なんかちょっと悲しいですね。うん そう、ヒヨトリはね、本当にこうね、食いつくすし、糞も結構するんで、でね、桜が咲き咲き出す頃になると、桜のね、花をこうつばむので、目白と一緒にね。うん、そう、冬,冬場はね、あの一月とか二月ぐらいかな、四月頃かな、目白とかにね。えー、なんかあのみかんとか、あの、なんだっけな、オレンジとかあげるんですよ。でもヒヨトリが来るんで、うん、そうそう、食いつくされちゃうんですよね。うん、はい。 えー、桜子さんどうもありがとうございます。えー、連投です。えー、この動画なんか身分の違いの恋人たちみたいです。私の勝手な想像。新妻聖子さんがコーチな方の妻で、羽生選手がコーチな方の妻にしか,かなわない恋をしている青年という感じということですね。なんかいろんな見方があるんですけど、なんかそういう感じなのかな。うん。なんか考察がね、なんかどうやらイチゴプリンさん曰く、えー、なんか広がってるらしいですよ。 はい。ということですけども、皆さん、どうでしょうか。これで終わりにしていきますがえ、僕はもう眠すぎてですね、何を話したか分かってないっていう感じですが、一つ言えることは、ショック。これだけは覚えてますね。あと、魔法にかけられてが続いてるっていうこと、それは覚えてるんで、多分ね、僕はですね、今夜夢を見ます。